おはようございます、2日目を迎えました。今日は晴れるのかな。今日多分晴れですね。さあ今日の予定なんですけど、どうしようかなと思ってましたけど、ちょっとね湯布院っていうところに行ってみようかなと思います。今日は湯布院で街歩きみたいな感じでねやってみたいなと思います。よし行きましょう。行きましょうと言ったもののね、今ちょっとね時間が早いです。時間は今7時40分なので、まず朝ごはんにしましょうということで、昨日買ったこの道の駅で買ったいなり寿司ですね、これを今日の朝ごはんにします。さていただきます。今ここはですね、若草町というとこなんですけども、キャラメルちゃんがねすごい小さい頃ですよね、ハーモニーランドにねよく行ってたんですけども、そのハーモニーランドに行くときにねよく泊まってたホテルがありまして、それが、レックスホテルだったかな、レックスホテルっていう名前にね変わってましたね。なんか今っぽいホテルになっちゃいましたね。これ映ってますでしょうか、目の前にですねでっかい山があります。何山っていうんだろうこれ。山頂の方まだ雪ありますね。おーすげえ九州って感じだな。愛に来い、愛情の愛に、数字の2に恋するの恋、会いに来い。こういう景色ってのはなかなか見れないですもんね。山口県なんてなかなか高い山がないんじゃないかな。こんなに何もない原っぱみたいなとこもあるな。おおすげえいい景色。いい景色ですね。山の上にこういう開けたところがある。景色、わあめっちゃいい景色。わあこっち側から来てよかったな。山口県にはですね秋吉台っていうあのカルスト台地があるんですけど、ここも不思議だな。なんかゴツゴツした岩が所々にあって、草っぱらがあって木はあんまりないっていう不思議なとこ。一応泊まれるのか、泊まってみようか。
ごいな。上の方は霞んでて見えないですもんね。雪もあるし、すごい。超寒かった。この格好で行くもんじゃないな。みんなダウンとか着てますもんね。寒っ。いやでもいいとこ見たな。ちなみにここはね、冬の時期は多分凍結するんでしょうね。トイレは仮設トイレしかなかったです。夏とか来たらいいのかな。夏とか来たら気持ちいいでしょうね。ただこの湯布岳が、こういう風にね、なんて言うんだろう、ベージュに色づいてるというか、というのは今この時期だけでしょうからね。これはこれでいいもんがあるな。うわー、めちゃめちゃいい景色じゃんこれ。いいなー。なんかキャンプ好きとしてはやっぱこういうの見るとこういうとこでキャンプしたいとか思っちゃいますね。夜はねめちゃめちゃ星が綺麗だろうし、昼間はめちゃめちゃ景色がいいしっていう。湯布岳か、また来たいですね。この景色がいい系じゃないですか、もしかして。さあ湯布院着きました。この辺は多分ねもう、その辺のエリアだと思うんですが、駐車場に車をまず止めますか。よいしょ。1日500円かな、最大500円ってことなんで、ここをちょっと拠点にしましょう。さあそれでは行ってみましょう。ここがねメインの通りなんですけど、ここじゃなくて一個中入るみたいですね。これが観光通りなのかな。でまず最初にね行ってみたいのがこれです。昭和レトロ感、こういうテーマパークみたいなのがね好きですね。
ビリヤードやってみたけど、よく見ると穴がない。昔のビリヤードってこんなんだったんかな。まっさいうちはご遠慮願いますと。ドラえもん。次は アンパンマン。ああ難しい。さあ、唐揚げできました。とりあえず見てみよう。おお、湯気が、うまそう。
いただきます。うん、うまい。味付けはニンニクですね。じゃあ次コロッケ。うまい。揚げたてっていうのがね、いいですよね。よし、ちょっと一回車に戻ろう。車に帰ってきました。家族できたら絶対楽しいとこだと思う、これ。なんか湯布院ってもの自体が、なんだろう、すっごい寂れた温泉街のなんかちっちゃな商店街みたいなのを想像してたんですけど、全然そんなことないですね。温泉って書いてあるところがある。なんだこれ。深み温泉。入れるのかな。およそ300メートル先、左方向です。おお、なんかこのローカルの感じがめちゃめちゃいいけど、入れるのかな。入れるんだったら入りたい。いやー、超気持ちよかった。値段としてはね、一般で300円で、バスタオルなくてタオルだったら売ってて、タオルが100円、こんな普通のタオルですね。で、シャンプーとリンスのセットが150円と。なので550円あればね、入れるお風呂でした。いやー、気持ちよかった、マジで。こういうなんか地元民しか来ないようなね、温泉ってのもいいっすね。よかった。さあ、2回目の給油が終わって
ってですね、どっちだ、あーどっち、こっち、なんだこの道、もうロータリーになってんのか。なるほど、普通に交差点作るんじゃダメだったのかな今の。左手前方向です。え？続いて出るとこ間違ったんだ、ロータリーの3番目の出口を出ます。2個目、あ、こっちか、こっちに出ろっていうのか、分かんなかった。なんで交差点じゃダメなんだあれ。今回の九州旅ですが、まず来る途中にですね、半分以下に減ってたガソリンを満タンにしました。で今、メモリが4つになってたところをまた満タンにしたから2回給油しましたね。で間違いなくもう給油することなく帰れるでしょう。なんで、山口県岩国市っていうのがですね、山口県の一番端っこなんですよね。山口県って言ってもね、あんまりピンとこないと思うんですが、右側が広島寄りで、左側がもう九州寄りです。で僕はその広島寄りなんで一番右側なんですが、そこから大分まで来ても、まあ、2回給油すれば行けるというのが分かりましたね、この軽バンで。で湯布院、湯布岳、ちょっと気に入っちゃったな。ということでね、ライブ配信も終わりまして、もう結構いい時間なんですよね、10時前か。とりあえずこれからまた、ネットフリックスでも見てのんびり寝て、それで、明日ですねパッと帰りましょう。もうそれぐらいしかないんでやることがですね、ということでですね、この2日間お付き合いいただいてありがとうございました。またこういったね機会も設けて、車中泊だったりとか、キャンプだったりとかねやっていきますんで、ぜひまた見てみてください。それではおやすみなさい。